着いたぞ。着いた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 ぞ。あ、あの看板がある。ポーティーなんとか。本当だ。やっぱみんな飲んでんじゃん、これ。飲んでる。行くぞ。ね、行ってみよう。はい、ドライブスルーです。マスク着用のお願いだった。はい、あ、俺もしますじゃん。はい、してください。ずんだ抹茶フラペチーノのトールサイズを2つ。すっごい。はい。はい。あ、ホイップ増量できますか？ホイップ増量できますよ。やる？ホイップ増量。ノーマルで、1個があのホイップ増量でお願いします。はい。すいません。お願いします。以上で。はい、ただのためにお出しいたしますね。はい。すごい。もうさ、看板全部じゃん。お客様のおかげで、こちらでお間違いないですか？はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、前方でお会計いたしますね。はい。それを進みください。はい。すごい、1個エクストラホイップってなるんだ。かっけー、増量だと。かっけー。エクストラホイップだ。さあ。準備 NOW! 社長。はい、ということで今回はですね、2021年6月30日スターバックスから発売される47地元フラッペチーノの宮城だっちゃずんだ抹茶フラッペチーノを買いに来たいと思います。待ってみよう。はい、というわけで今ね、泉区にあるスターバックスの方に今向かってます。はい、はい、というわけでなんですけど、前もねこのスタバ行ったことがあるので、はい、というわけで、はい、ちょ、これすごいよね。宮城県はまずその宮城県のバリスタさんが考えた限定ビバリ、うん、お、ついた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 ぞ、ついたぞ、ついたぞ、ついたついたついたぞ。あ、あの看板がある。ポーティーなんとか。本当だ、やっぱみんな飲んでんじゃん、これ。飲んでる、飲んでる。行くぞ、ね、行ってみよう。はい、ドライブスルーです。マスク着用のお願いだった。はい、あ、俺もします。そう、はい、してください。やっぱ宮城県代表なんでね、我々このずんだ、ずんだからです。はい、あ、いっぱいある。ほら、おー、すげえ。ちょっとお客様、こんにちは。ご来店ありがとうございます。ご注文お決まりでしたらお伺いいたします。宮城県だっちゃずんだ抹茶フラペチーノのトールサイズを2つ。お2つで。はい、はい。あ、ホイップ増量できますか？ホイップ増量できますよ。やる？ホイップ増量。じゃあ2つともホイップ増量で。はい、上にかかってるソースの増量って可能ですか？まあ、こちらはですね、できないですね。あ、わかりました。じゃあホイップだけお願いします。はい、1個さ、1個増量じゃなくてさ、ノーマルしない、ごめん。1個ノーマルで、1個があのホイップ増量でお願いします。はい、すいません。お願いします。以上で。はい、ただの画面にお出しいたしますね。はい、すごい。もうさ、看板全部じゃん。そうだね。こちらでお間違いないですか？はい、前方でお会計いたしますね。はい、お進みください。はい、すごい、1個エクストラホイップってなるんだ。かっけー、増量だと。かっけー。エクストラホイップだって。おしゃんすぎでしょ。できた。こんにちは。はい、ずんだのフラペチーノ2つで、はい、お願いします。 そうなんですよ。そうです。はい、お願いします。嬉しい、そんな。よかった、言ってもらった。やった。ありがとうございます。 T シャツずんだなんですよ。そうです。あ、いいです。もう声かけてすごい嬉しいです。本当です。T シャツずんだです。そうです。あの、撮影で来たので今日は。はい、ありがとうございます。なんか準備 NOW チャンネルって見ていただけると。そうです、準備 NOW チャンネル。YouTube やってて、ね、YouTube の準備 NOW チャンネルでこのずんだカラーでやってるんですけど。はい、そうです。そうです、ずんだカラーで。いいですか？はい、YouTube ですか？はい、なんか一応まだ、はいはい、まだ2000人ぐらいのチャンネルなんですけど、はい、そうですね。だけど2年前フィッシャーズさんと一緒にやらせてもらったり、あのフィッシャーズさん、はい、はい、あと この間1本バズりました。はい、あの動画って今撮ってまずいですか？まずいですか？本当ですか？すごいじゃん。嬉しい。あ、すごい素敵な店員さんたち。いや、すごい。ありがとうございます。すごい。みんなかっこよくて可愛い人たち。わー、すごい。そのずんだフラペチーノを紹介させていただこうと思って、今、撮影をやってますか？はい。すごい、みんな喜んでくれてる。うわ、すげえ嬉しい。ありがとうございます。お店を作ります。あ、すごい、お願いします。優しい。もうずっと楽しみにしてたんで、今日楽しみだった。
そうですね、なんか東北回りたいなって思ってるくらいですね。いやでもすごいずんだからって言ってもらっちゃってめっちゃ嬉しい。もう分かってくれて嬉しいね。後ろで笑ってるわす、あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、ここに、はい、はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうねありがとうねだってまた来ます。ありがとうございます。めっちゃ優しい。すごい優しい。幸せな気分になった。いやもう幸せいただいたの。ずんだチームとなんかこう何かができた感じ。いや本当だよ。ありがとねーって言ってくれてね、本当優しい。ありがとねーって言ってくれたのね。言ってくれたね。マジか。どこで飲みます？スタバの駐車場で飲むか一旦。準備 now。 これね、宮城県のバリスタさんが考えた限定ビバレッジなんですよ。なるほど。めっちゃすごいよね。ずんだ餅と抹茶なんだね。いやもう合うに決まってんじゃんね、うん、森の都仙台と森のインスパイアね、うん、飲んでみよう。なんだよ。うちがホイップ増量。いただき。もうね、口の中入ってきた瞬間ずんだで、ずんだが入ってきた次の瞬間抹茶くる。うまっ。こう笑うしかない。え、うちさ、ずんだと抹茶のコラボ初めてかもしれない。うめえ。え、これ本当にうまいよ。これね、全国で1位取れるかもしれないくらいうまい、うん、マジでうまい。あのね、身内びいきするわけじゃないけど本当にうまい。しかもずんだが入ってんの、粒で、うん、いっぱい。サンキュー宮城、うん、でこのさ、氷のこうシャキシャキってした感じと、うん、中に本当はずんだ餅だね、うん、ずんだと粒入ってる、うん、うまい、これ美味しい。そしてさ、その抹茶がさ、さっぱり感をすごくこう、ずんだシェイク抹茶版な感じ、うん、なんかでもさ、ずんだって豆じゃん。それがさ、小豆のようなさ、アクセントっていうか、うん、ほんとほんと、これね、日本人の口にすごく合う味、うん、これか下にこのずんだの粒、おいしい。やべ、飲むペース早いわ。ごくごく飲んじゃうんだけど、うますぎて、うん、これうめえ。体もスーッと涼しくなるし、あーうめえ、うん、あー、うん、うまい。これこれ期間中俺ずっと飲みてえや。で、え、これなんで全国じゃないのが残念だな、うん、これみんな飲んでほしい、うんうん、ホワイトチョコレート風味のクリームなんだね、ベースが。うーん、だからちょっとなんかチョコっぽい味もするんだね、うんうんうん、これね、みんなね、宮城に来ることがあったら、うん、これは絶対飲んでほしい、うん、はい、というわけで今回はですね、スターバックスから発売されました47地元フラペチーノの宮城バージョン、宮城ラッチャずんだ抹茶フラペチーノを紹介してみました。どうでしたか。最高すぎた。美味しかったですね。ね、このずんだあんと抹茶の組み合わせがもう超最高の、もう、でもね、我々のこのずんだからですねって言ってもらったしね、もう最高でした。はい、もうこのどうでしたか。でも最高すぎた。そうですね。はい、というわけでございまして、はい、これおいくら。こちらです、トールサイズ1つ625円。というわけで、この動画がいいと思ってくれた人はグッドボタン、チャンネル登録お願いにゃー。ずんだのずんだ抹茶フラペチーノ飲みたいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いにゃー。はい、最後の動画見てくれてありがとう。また次の動画をぜひ聞きしてもらいたいので、チャンネル登録お願いにゃー。ずんだこんな最高最高、うまー。準備 now。